よっしゃー、行くぞー、ゴンザレス。おい、ちょっとついてこいよ、もう遅いよ。もう犬なんだから青よりも早く走って。はい、ほら来い。お、うわ、見て、ゴンザレス。うわ、ゴンザレスと一緒だよ。お利口さんだ。すごい、枠ぐりしてる。枠ぐり見て、ゴンザレス。ゴンザレスもやってよ。ほら、ゴー、ゴンザレス、どこ行くの。もう、なんでお前はお利口さんにできないの。ちゃんと言うこと聞いてよ。お座りしかできないんだから。青が恥かいちゃうじゃん、お前がしつけできてないと。ほら、行くよ、レッツゴー。犬の散歩は面白い、レッツゴー。おー、すごい、瞬間移動する。どうしよう、どうしよう、どうしよう、困った。ゴンザレス、なんか変な人がいるよ。どうしよう、困ったな。困ったさんだ。なんか絡んだらめんどくさそうだから、あんまり関わらないようにしよう。行こう、ゴンザレス。こっちだよ。あら、そこの君、マスターマイ。やばい、見つかった。どうしよう。ちょっとそこの君。ワンワン。おい、聞こえてるだろ、そこの君。ワン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 。いや、犬じゃない。犬じゃなくて君だ。君に私は話しかけてるんだ。なんで。私はそこの動物病院のドクターだ。実はな、今急に合コンの予定が入ってしまって、私は今から合コンに行かなくてはならない。だから私の代わりに仕事をしてくれ。じゃあ頼んだよ。待って、なえ、なんでよ、オガこそ。おお、すごい、めっちゃ可愛い犬。え、めっちゃ言うこと聞くやん。すごい。何、今日みんな散歩してんじゃん。いいな、今日散歩日和だな。よし、公園まで行こっかな。葵ちゃんじゃん。おい、葵ちゃん。あ、しんちゃん、いいところに来た。散歩してんの。そう、ゴンザレスとね、散歩してたんだけどね。うん、なんかここのペットの病院のお医者さんが今から合コンに行くって言ってどっかに行っちゃったの。合コン行ったの、お医者さんが。そう、だから青に任せたよって。葵ちゃんに任せたので、どっか行っちゃったの。そう、だからしんちゃんやっといて。じゃあ、じゃあね。え、バカバカ、やだよ、無理無理、俺一人じゃ無理だよ、絶対に。なんでだよ、青、ゴンザレスの散歩で忙しいんだけど。できないもんはしょうがないだろう。じゃあしんちゃんも手伝ってくれる。俺一人じゃ無理だけど、葵ちゃんがいるだったらいいよ。いるだったらってなんだよ。よっしゃ、行こう、しんちゃん。よし、やるぞ。せっかくだからさ、着替えよ。これ、着替える。そうだね、ドクターになるわけでしょ。そう、ドクターに変身しよう。よし、わかった、変身だ。はい、ということで、着替えてきました。イエーイ、イエーイ。しんどじとあおいちゃんの白衣姿が似合ってると思った人はチャンネル登録、高評価よろしく。よろしく。ドクター新道寺だ。うわー、すごい、なんかヤブ医者っぽそう。ヤブ医者じゃねえよ、こう見えてもちゃんと動物のお世話するから。お世話しかしねえんかい。ほら、行くよ。よし、やろう。おー、お客さんいっぱい来てるじゃん。待って、なんかさ、この人腕4本生えてんだけど。やばい、スタンドみたいになってるよ。見て、こっち向いて重なっちゃってる。目ですごいことになってる、顔が。よし、しんちゃん、お仕事しよう。まずはこの受付のお姉さんに何するか聞こう。あなたは代わりに来てくれたドクターね。隣の部屋で診察をして動物たちの治療をしてあげて。はい、わかりました。わかりました。だって、こっちの部屋だって。よし、行こう。おー、かっこいい。うわ、すげえ、なんだこれ。いいな、青の研究室にもこんなの欲しい。ところでさ、どうやって動物の治療ってするの。これじゃない、このボタンをピッて押したら。うん、あ、来た、ほら、患者さんが来た。おお、見して、ペット。連れてきてる。あ、シェパードだ。すごい、かわいい。シェパードめっちゃかわいい。ワンちゃんを、うん、多分何かしらがあって病院に来てるから、この道具を使って診察するんだ。なあ、これね、診察道具ってことか、ここが。そう。おお、いっぱいあるね。これ虫眼鏡みたいな、なんだろうこれ。よいしょ。やってみよう。これ虫眼鏡みたいので、どこか、うん、悪いところないですかみたいな感じ。うん、ピッて。ピッてね。よし、ピッ。
なんか肌が悪いっぽい。肌が悪い、なんかあれだね、うん、肌が悪いみたいだね。どうすんのどうすんの。でだったらここに、うん、ほら治療道具があるから。あ、本当だ。なんか目薬とか、なんかそうビタミン剤みたいなのとかいろいろある。肌が悪い時はどれを使えばいいでしょうか。でもアレルギーみたいってことだよね。アレルギーに効く薬とかじゃない、うん、だからこの A ってやつを使います。あ、これアベンジャーズの A じゃないんだね、これ。いや、アレルギーの A。 アレルギーの A なんだ。そう、そういうこと。これで、これを使ってあげて、このワンちゃんに。ワンちゃんに。よし、武蔵どうぞ。って名前勝手につけるね。違う。あ、武蔵。あ、治ったみたいで、おしんちゃん。やったー。あー、武蔵帰っちゃった。かっこよかったのに。勝手につけんなって、お前。次の患者さん呼ぼう。次の方、どうぞ。お、来たよ。あれ、さっきも来ませんでしたか。なんか同じ人だね。あ、コーギーだ。コーギー、かわいい。診察しよう、しんちゃん。どこが悪いのかな。おしっこしよう、おしっこ。おしっこ、おしっこ検査？おしっこ。お、ぴょん。どうするそれ？おしっこ。飲むの？飲まれよ。まあ、飲料を趣味にしてる方。違う違う。飲んで、あの、いいよ、ペロ、はい、ペロ、はい、飲んでいいよ。お、ペロ、これは生産カリ。いや、コナンじゃねえんだよ。じゃあこれ。ここに入れて、この。これ？くるくるのやつに。あ、くるくるね。はい。オッケー。お、お、回ってる回ってる、すごい。くるくるくるってして、うん、で、異常なしって書いてる。あ、ほんとだ、異常なし。じゃあ、おしっこは健康だ。健康だ。どれだろう。体温は？体温調べてみよう。体温、どう、はい、あ、体温正常っぽい。普通だって。これは何だろう。それは何だろう、これ。あ、これ歯だ。歯見るやつだ、これ。はい。あ、なんか歯に詰まってるよ。歯に骨が詰まってるって書いてる。ね、骨に骨が詰まってる。骨に骨が詰まってる。日本語喋ってくれる。いろはにほへと。口の中に骨が挟まってるみたいだから、このピンセットで、うん、抜いてあげよう、骨を。あ、これね、オッケー。よし、いくぞ。抜いてあげた。よし。お、グッグッジョブって書いてる。やったー。グッドジョブって書いてた。素晴らしい仕事をしましたねって書いてたよ。よし、次の人も読もう。次の人も。オッケー。お、おじさんだ。おじさんだ。すごい、髪の毛が本みたい。本乗せてるね、このおじさん。お、しぐれ。あ、しぐれ。しぐれだ。しぐれだ。盗まれてるよ。しぐれ盗まれてる。ちょっとこう、俺の猫ちゃんだよ、これ。何が悪いんだろう。見てみよう。しぐれ何が悪いの、これ。太陽、太陽。しめがね。あ、何？なんか悪いっぽいけど、何が悪いの？わかんない。わかんない？これじゃない？これやらないといけないのかも。これ？おお、これ X 線ってこと？え、そうなの？なんかわかんないからちょっと X 線通してみる？通してみよう。通せるのかな、これ。あ、X 線いったよ。ポチッてして、しーちゃん。オッケー。な、どこが悪いんだろうね。じゃあちょっと X 線してみます。ポチッ。大丈夫かしぐれ、どこが悪いんだ。どこが悪いって書いてた。え、あ、悪いとこないって。ないんかい。え、でもさ、なんかさ、ハゲてない？ほら、毛が。ほんとだ、ハゲてる。怪我してるってことじゃない、おいちゃん。どういうことだ。うん、なんか、ほら、かきむしりすぎたんだよ、きっと。ってことは、包帯だ。包帯だ、包帯。包帯だ、これだ。はい。お、治ったっぽい。治った、治ったし、本物だってことが証明された。盗まれてたけど、いい、大丈夫。俺のシグレ取られた。おい、盗まれてくる。ゴージャスなおばさん来た。お、何これ。え、なんかこれは何、犬、猫、タヌキ。タヌキではないだろ。わかんない。診察してみよう。診察したらわかるかもね。はい。お、大丈夫っぽいよ。大丈夫だって。うん。じゃあ血圧測ってみよう。血圧測ってみよう、はい、血圧も大丈夫。じゃあこれは、あ、大丈夫。おしっこじゃない。おしっこかな。おしっこ悪そうじゃん、こいつ。確かに。あ、飲む？どうぞ。飲まねえよ。おしっこの味でさ、体調悪いか悪くないか分かる人いるらしいね。あ、昔のお医者さんでしょ、それ。そうそうそう、すごいよね。おしっこソムリエってことだよね。いや、おしソム。おしソムだよね。大丈夫、異常なかったよ、おしっこ。待って、こいつさ、仮病なんじゃね。仮病？仮病なんじゃね。具合悪いにゃってこと。そうそう、だってさ、なくない、悪いとこどこもないもん、この子。あ、
虫歯だ、しんちゃん。虫歯か。ってことは、どうすればいいあれだ、ここ歯医者さんしないといけないんだ。わ、すげえな、歯医者じゃん。すごい。歯医者の設備ある。連れてきて。けん、よし、お前歯が痛いなんだね。じゃあ、ここに。はい、はい、どうぞ。じゃあ、いくよ。ポチッ。はい、ウィーン、ガシャー。うわー、すごい。おー、直してる、直してる。はい、一回も見せないじゃん。俺、歯医者嫌いなんだよね。あ、帰っちゃった。あ、で直したってことだよ、しんちゃん。直したってことだよね。順調じゃん。やったやった。あのお医者さんたちより優秀かもしれない。そうだね、こう繁盛するんじゃない、この動物病院。乗っ取ってやろうぜ。乗っ取ってやろうぜ。よいしょよいしょ。忙しい。なんでこんなに急に忙しくなっちゃったんだ。よいしょ。はい、どこが悪いですか。あ、目ですね。よし、目。はい、どうぞ。はい。あー、忙しい。なんでこんな忙しいんだよ。あれ、待って、葵ちゃんいないじゃん。あいつサボってんだ。どこ行ったんだ。おい、葵ちゃん、どこでサボってんの。しんちゃん通り過ぎてった。バカだなあいつ。あれ、葵ちゃんどこだ。どこ、どこ行ったんだ葵ちゃん。葵ちゃん、あっ、おい、なにこんなとこサボってんだよ。なかなか見つかんないからずっと行けると思ったのにな。もうまだまだお客さんたくさん来てんだから、もう頼むよ。はい、武蔵来たよ、武蔵が。全部武蔵じゃん。はい、交代だよ、しんちゃん。よし、交代だ。よし、僕は帰ろう。よし、どうぞ。はい。お、なに、なんか落としたよ。え、しんちゃん、なにここ、え、こんな部屋あったの。入院だ。すごっ、なんか施設が出てきたんだけど、なんだこれ。じゃあ、青入院してるから、しんちゃん頑張ってね。入院じゃねえだろ、もう寝てるだけだろそれ。おい、おやすみなさい。おやすみじゃないんだよ。でもすごいね、動物のさ、ベッド、これなんかほら、ちゃんとリールがほら、つけれるようなところがある。結構首吊りするやつじゃない。ちげーよ。ちっちゃすぎだろお前、これ無理だろ。やめとけ。見える、すごい見えるけどダメ、不謹慎だから。これあれだ、入院する子が出てくるってことだ。かもしれないね。それだけあの重症な子が出てくるかもしれないから気をつけよ。骨折れたりとかしてる子が来るのかもしれない、もしかしたら。そういうことね。よし、見てみよう。見てみよう。異常なし。ダイオン、どうだ。異常なし。そういうのは、あ、お、口が乾いてます。口が乾いてます。あ、喉乾いてるってことか。おい、うん、喉乾いて、お前水ぐらいあげろよ。ブックマン、多分こいつ虐待してる。おい、ブックおじさん、こいつ水も飲ませてない犬に。あれ、違う。あ、違う、うるおってないってことじゃないんだ。しんちゃん書いてる、ここに書いてた。うん、なんか紫のあの何々の実みたいなやつと何々の実って悪魔の実みたいな感じ言うな、お前。何々の実みたいなやつと、あと水と水だ。なるほどね、このエネマ、このエナドリみたいなやつね。これね、あの、ちなみにな、何かっていうとね、干潮です。干潮。そう、干潮なんだ、これ。これかな、じゃあやってみる。お、どう、水、水、お水、うん、え、お水飲まないよ。葵ちゃん、干潮した後どうすればいいの。重症だ。重症、入院させよう。入院するんですか、ドクター。多分、わかんないけど。そうなの。知らんけど、知らんけど入院させてみよう。ではドクター、ベッドに連れて行きましょう。はい、お願いします。俺かよ、ドクターじゃないの。俺助手みたいになってない、いつの間にか。え、助手でしょ。助手じゃなくて俺もドクターがいいのに。連れてってよ、ほら早く。わかったよ、よし、ほら、行くぞ。こっちだ。一瞬で飛んでった。超便利。すごい、っていう顔してるから水をあげて。わかったよ、水だね。オッケー、うん、よし、ほら水。あ、喉乾いて、早く水持ってこいよって顔してるから。偉そうだな、いきなり武蔵。武蔵いきなりお前偉そうだな、はい、早く飲まってあげなよ。ほら、あれ、武蔵水飲まないよ。元気ないから飲めないんだよ。あの患者さん診察しよう。オッケー、そうしよう。武蔵おとなしくしておくんだよ。しんちゃん、その水ちょうだい、青に。はい、いや飲むな、お前が飲むな。ペット用だろこれ。喉乾いちゃったんだもん。動物用の水なんだから、なんでお前が飲むんだよ。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。帰ってください。
帰らせんな。よし、この子は、このタヌキ猫はドラえもんってこと。ドラえもんってことか。あ、あ目が悪い。目が悪いんじゃないだろ。はい。でも青たちもプロだよ。いやもう早いよ、超俺たち早いよ、もうめっちゃ早いよ。よし、来い。お、こういう時はこれ。はい、あ、違います。違います。じゃあこれ、はい、はい、違います。お、全然ダメじゃん。全然違う。全然当たってないぞ。これだ。ぴょん。あれ健康だぞ、この犬。ケビョーだ、こいつ。ケビョー来た。え、これさ、初めてのおしっこ、これ悪い説じゃない。マジ、おしっこ悪い。ケビョー健康か、おしっこ。あ、おしっこいいわ。X 線通してみよう。そうだね、X 線通してみよう。よし、もしかしたら骨が悪いのかな。あの、骨折してるかも。骨折してるのかな。お、骨折してた。骨折してる。ケビオじゃなかった。ケビオじゃなかった。今までのやつの どの犬よりも重症だったよ。重症だね。ほら、だって足折れてるもん。マジ。いや違う、それ曲げてるだけだろ。入院しないと、しんちゃん。入院する。入院しよう。よし、入院ボタンポチ。あ、しんちゃん、武蔵が、あ、水くれって。喉乾いたって言ってる。よしよしよし、武蔵あげて。ほら、水だよ、ほら。あ、一杯しか飲んでくれなかった。あ、もう飲まないって。あ、そういうことね。オッケー、武蔵寝ててね。次のお客さんはどうぞ。すごい、なんか重症な子が来るようになってきたね。ねえ、大変だ。よし、来たよ。あ、葵ちゃん。ん、ゴンザレス来たよ。あ、ゴンザレス。ゴンザレスだ。何が悪いんだろう。見てあげるね。あ、目がかゆいって。目がかゆい。はい、ゴンザレスどうぞ。余裕だ。余裕だわ。ブックマン来た。ブックマン、ブックマン来たよ。ブックマン、何犬。お、コーギーだ。さあ、ドクター、どこが悪いか見てください。肌。肌これ。違う、ピンセット、ピンセット。はい、ピンセットですね。骨がストックしてるって。あ、そういうこと。歯に骨が詰まってるね。しんちゃん。あ、どうした。呼んでるよ。呼んでる。あ、すごい、呼んでる。包帯と水ね。オッケー。包帯と水くださいって。わかりました。じゃあ包帯どうぞ。で、お水どうぞ。はい。お、治った。武蔵、治った。バイバーイ。バイバイ武蔵。おめでとう。おめでとう。すごい、元気ない。かわいそう。元気ないね。かわいそうだね。よしよし、あと1回だからね、包帯頑張れ。いや、シグレ来てる。シグレ来た。シグレどこ悪いのかな。シグレは肌だよ、肌。シグレ肌が悪い。お、シグレは口が臭いって。違うだろ。干潮だよ、干潮。シグレ干潮するよ。干潮して。あれ違うって。え、違うじゃん、おいちゃん。待って、血液検査してみる。血液検査？あ、何？すごい、高血圧だ。高血圧？これあれだ、しんちゃん。さっきのこと違って、あの、ちゃんといろんなので調べて、症状が多い子は症状が多い子って違う治療をしないといけないんだよ。あ、そういうこと？そう、だから口が乾いてて高血圧な子は、インスリンを打たないといけない。じゃあこれ打つ。それだ。インスリンね。これ。よし、シグレ、インスリンだよ。お。で、これで入院させよう。入院させるんだね。オッケー。うん、シグレ、じゃあ入院しようね。あ、包帯欲しがってるよ。本当だ。ち、包帯。はい、どうぞ。お、治った？治った。バイバーイ。よし、これで治るかな。治せ。よし、シグレ、ほら、どうだ。お、治った。よかった。元気でね、シグレ。シグレ元気でね。いっぱい動物たち助けました。イエーイ。新道寺と葵ちゃんが優しいと思った人はチャンネル登録と高評価よろしくね。よろしく。よろしく。みんな、動物大切にするんだよ。可愛がってね。可愛がってね。じゃね。